サオガシの例切り分けられた、サオガシのレーザーお菓子とは、和菓子を形状によって分類した古生。細長い棒状のもので、包丁で切り分けて提供される。サオモノ、サオモノガシとも言う。虫羊羹が代表的なサオガシで、サオガシは羊羹の異名とされることもあるが、ウイロウや餅などについてもサオガシという。サオは木の棒の意味で、竹の竿と書き分けられるが、 本来は同じ。長持ち、三味線など、長いものや長い棒のついたものの一部を数える、助数詞としても使われ、同様に洋館なども、竿と数える。竿菓子は、まとまりが良く、また人数に応じて、包丁で適宜に切り分けられる重宝さがあることから、格の高い菓子とされて、贈答に用いられた。竿菓子と呼ばれるものでは、蒸して作る、洋館、ウイロウが、 一般的であるが、スポンジケーキ風の蒸し菓子や、焼いたり蒸したりしてから餡を巻くロールケーキ状の和菓子なども含まれる。通常は食べる前に短く切り分けて出される。店によっては、食べやすくしたり配りやすくする目的で、一口サイズに切り分けて、小包装をしたり、半分のサイズで風味の違うものを詰め合わせたりして、販売する例もある。ありがとうございます。